まにやらないといけないことがいっぱいあって、うわーってなっちゃうじゃん。でね、ここで僕が使っている2つのテクニックを紹介したいんだ。勉強の時にもこのテクニックはすごい使えると思うの。ぜひね、このテクニックがお役に立てることがなったら本当に僕は心から嬉しいです。 Alright、 じゃあね、どういうことかというと、2つのことをクロスミックスするのね。まず最初のテクニックは、何かをやるとき、勉強するとき、仕事をするときは25分間の時間だけやるっていうことなんだよね。で、あのポモドーロメソッドって、ポモドーロテクニックって聞いたことあるかな。これはイタリア人のフランセスコ・シリオシっていう方が発明したテクニックなんだけど、でなんとね、面白いの、ツイッターのフォロワーがな、あの3600人しかいないっていうことなんだけど、あのすごいのよ。やっぱり人間が何かに集中するときって、やっぱり60分とか90分がマックスなんだよね。で、60分90分集中した後にガーンって集中力が落ちちゃうんだよ。で、ポモドーロメソッド、まあ、あの25分やるっていうのは、この集中時間をわざと短くするのね。で、25分間なんか作業して、で今度5分の休憩入れたり、でまた25分間作業して5分の休憩入れたりっていう感じでやっていくの。でね、この25分間何かをやっている時にすっごい大切なことがあるの。もうこのルールを守れなかったら25分間やる意味がねえみたいな大切なことなんだよ。それは25分間何かをやっている時に一つのことだけをやるのね。これが大切なんだよ。なんとね、モルチタスクってあるじゃん。例えば一つのことを集中してやるんじゃなくて、いろんなことを一緒にやる。例えば Facebook のメッセージをチェックしながら、 LINE で返事を答えながら、メールを書いてパワポの資料を作っちゃうとか、でこれモルチタスクって言うんだけど、なんかね、2000年時代は結構流行ってたんだけど、科学者がいろいろ研究したら、なんとですね、モルチタスクをやると自分の集中力がすごい低くなっちゃうっていう、あの科学的に証明されていることなんだよね。そう、実は一つのことを集中していると自分の集中力を高くキープすることができるんだけど、例えば集中力が100あるじゃん。これを3つのこととかやってると一つが20ぐらいになっちゃうんだよね。だから例えば勉強してたら、数学と国語は一緒にやらない、ね、できれば数学の一部の部分、25分間できることは何だろうって考えて、その一つのことだけを25分間の時にやるの。だから仕事だったらパワポをやるってなったら、パワポの作業だけを25分間ブロックして、でそれだけをやるので、パワポの作業をやってる時はメールを確認しない、 Facebook 確認しない、上司から声かけられない、まあそれはちょっとね、言われても難しいんだけど、そうやって一つのことだけ集中してやるっていうテクニックなんだよね。でもう一つ、これがなぜか大切かっていうと、一つのことに集中してそこのピークパフォーマンスって言うんだけど、もう本当に脳の波動も変わるのね。後から説明するけど、集中している時って、まあ、結構ピークパフォーマンスで、他の人から何か言われたり、電話がかかってきたりとか、ね、お母さんが夕ご飯何するとか言われると、うーってなるわけよ。でせっかくこのゾーンから、ね、10分かけてやっとゾーンに入れたんだけど、うーって なんすかみたいな、何ってなって、あ、夕ご飯、いいよ、ラーメンでいいよとかチキンでいいよとか言って、OK、今何やってたっけみたいな、また戻ろうとして、うーって言って、そこでまたこのゾーンに入るのに10分とかどうしてもかかるんだよね。だから本当に勉強のコツ、仕事のコツ、いいものを作り上げるコツは、25分間一つのことをやって、やってる時は他の人に邪魔されないような以前のセットアップをしていくべきなんだよね。だからお母さんとかだったら、ね、ちょっと25分今勉強するから、できれば声をかけないでくれないかなって、お母さんにもこのビデオ見せていいから。で上司とかだったら、まあ、正直言ってね、会社は難しいんだよね。本当に会社は難しいんだよね。ごめん、ちょっとそれはまたなんか別のビデオで、あのできればカバーします。まあ、例えば朝早めに会社に来て、会社8時に来て誰もいない時に、自分が本当にやりたい、ね、大切なことを
邪魔されない環境でヘッドフォン聞いてやるとか、そういうやり方もあると思うんだけど、このコツは、ね、ポイントは物事を25分間にして、で邪魔されないことを、邪魔されない環境で一つのことだけをやるっていうことです。 Alright、 じゃあね、もう一つ僕も最近発見した、ものすっごい集中力とかやる気がガーンって上がっちゃうテクニックがあるのね。で、口がボーン、もう集中力上がってるのにピーとかなってさ、なんや。じゃあね、もう一つ集中力がものすっごい上がる、もうずるいようなテクニックがあるんだよ。で、これはなんとですね、集中力を上げてくれる音楽を聴くっていう裏技っていうかテクニックなんだよね。これすごいの、実は脳には波動があるんだよね。まあ、英語で言うと EEG、 日本語で言うと脳波とか、なんだっけ、脳電図って言うんだよね。これ本当に1924年にドクター・ハンズ・ベルガーが、まあ、発見して、まあ、科学的に証明されていることなんだよね、脳の波動。実はね、音楽を使うことによって自分の集中力を高めることができるんだよ。音楽使って自分の気分を変えるっていうのはわかるじゃん。なんかね、癒しが欲しいときは癒しの音楽聴いたり、モチベーションを上げるときはなんかモチベーションの音楽を聴いたりすると、ね、自分の気分が変わるじゃん。なんと音楽を使うことによって自分の集中力、その集中力のさっき言ってたゾーンを高めてくれることができるんだよ。で、これをさっきの25分の短時間一つのことに集中してことに、この集中力の音楽を組み合わせることによって結構ね、やばいんですよ。だから本当に勉強とかをやってるんだったらすごい効率が上がると思う。例えば人間っていうのは脳の波動っていうのが結構動いてて、まあ、寝てるときは 0.1 から 2GHz とかで、集中しているときは12から 18Hz っていう風になってるんだって。で、ある音楽を聴くことによって自然に自分の脳の波動を変えてくれるの。まあ、10分ぐらいかかるよって言われてるんだけど、これね、ぜひ試してもらいたい。 YouTube とかにいっぱいあるから、この自然に自分の波動が変わるっていうのが、下のリンクに文章のディスクリプションに入れとくね、いっぱいでね。ちょっとね、本当にここ有料になっちゃって申し訳ないんだけど、で、僕も全然スポンサーとかついてないんだけど、ちょっと僕が最近見つけたやばいアプリのがあるの。で、これは brain.fm っていうアプリで、でね、このアプリやばいのよ。なんて AI を使って自分の集中力が高まる音楽を何千曲出してるの。で、本当にアプリになってるから、別に YouTube とかでなんかアプリ使って聞いてると、 YouTube からなんか LINE に変えたりすると音楽が消えちゃうじゃん。でもアプリ、このアプリだったら消えないんだよね。で、結構そのリラクセーションとかメディテーションとかいろんな、ね、音楽も入ってるんだけど、このフォーカスの音楽が相当やばいんだよ。で、なんか月1000円ぐらいしちゃうんだけど、まあ、無料バージョンもあるのでぜひ試してもらいたい。これ結構いいよ。で、本当にナショナルサイエンスファウンデーションからもグラント、科学賞とかもらって、この間なんか、まあ、米ドルなんだけど日本額にすると2500万円ぐらいかな、ぐらいを、まあ、本当にちゃんともらってて、すごい研究してるんだよ。ホワイトペーパーも出してるし、だからこのアプリはすっごいしっかりしている。だから僕はなんていうのかな、 Bluetooth でさ、ノイズキャンセリングヘッドフォンみたいなのを使って、なんか集中するときにはやらないといけないことを明確にして、綺麗な机、綺麗なところでヘッドフォンつけてアプリをかけて25分間この iWatch とかでさ、タイマーセットしてゴーっていう感じでなんかを完了させるっていうことをやってるんだよね。でね、本当にもう一つ面白いのがあって、インテリジェンスチェンジっていう会社聞いたことあるかな。このね、プロダクティビティプランナーっていうのがあって、すごい面白いんだよ。普通の手帳ってさ、日にちとかでさ、やることいっぱい書いてっていう感じになってるんだけど、この手帳すごいのよ。なんか1日一番やらないといけないことの3つを書いてくださいみたいな感じ で、そこで1つのことをやるのは25分間を何回かかる、で、それを何回かかるっていうのを、ターゲットはじゃあ3回で終わらせる、で、リアルにかかった25分間は4回だったとか
ね、結構この25分間で物事をやっていくっていうのは本当にね時代と合っていると思う。やっぱり今の時代って本当に今すぐなんか情報が入るじゃん。なんか調べたければ Google でパッパッパッってスマホで出る。今すぐ情報が入ってくる。だから本当にね一つのことだけじゃなくていろんなことを一緒にやっちゃうっていうのは本当に当たり前になってると思うんだけど、ぜひですね短時間、本当に25分間が難しかったら15分でもいいよ。邪魔されない場所で一つのことだけをやってみる、ね、でボーナスで集中力が高まる音楽を聴いて一つのことだけをやってみる。ぜひやってみてください。本当に驚くように何かやってる時の効率が上がると思います。Alright, well thank you so much for checking out this video. 本当はね、もうちょっと時間があったらウルトラディアンリズム、まあ日本語にすると時間生物学、その朝の時間に集中力が高まって、お昼とかね、お食事の後に集中力が低くなって、また夕方に近づいてくると集中力が高く時間っていうのが自分の人間のサイクルにはあるんだよね。でそういう時にやることを合わせてやっていくっていうことも時間があったらもうちょっとね話したかった。だけどまた次の時にお話しできればと思います。まあ、こうやって自然にやる気が上がってくる方法とか時間のテクニックとか集中力が上がる方法とか、ね、どうやって本当に自分がやりたいことは分かるんだろう、ね、どうやって現実的にそれをキャリアにしてステップしていくんだろう、ね、そういうこともいろんなことをシェアしたいのでぜひですね週1本は動画をアップしていきますのでもし興味がありましたら登録していただければ幸いです。で、LIKE ボタンも押してくれたら本当に喜びます。でね、最後に一つだけ言いたいのは、もしね、お子様がいるとか、友達に小学生の子供たちがいる、中学生の人たちがいるんだったら、ぜひこの、まあ、小学生だったら25分は難しいかもしれないんだけど、その15分でもいいから、一つのことだけを15分やる。で、やっぱりフォーカスが上がる音楽とか、小学生にぜひ試してもらいたいんだけどね、中学生とかに。で、終わらして休憩取る。で、また15分か25分、一つのことだけをやって、また遊ぶ。で、一つのことにフォーカスするみたいな、そういう勉強方をぜひね、小学生の人たちに教えてもらいたい。本当に僕もこのやり方が自分の塾とか学校で教えてくれたら、相当楽に、なんか勉強がもっと好きになれたと思う。何かをやるっていうのがもっと好きになれたと思うからぜひですねこの一つのことを15分でもいいから25分、ね、やって終わらせていくっていうのをシェアしていただければ本当に嬉しいです。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. 本当に I love you guys and I will see you in the next video. 本当にありがとう。 Thank you guys. でね、この25分間集中するっていうのは超大切だと思うの。やっぱりさ、今の時代ってさ、すぐ情報が入るじゃん。もう本当にトイレ行きながらクラッシュオブクランやってさ、Facebook 確認して、もうトイレ行くだけでなんか4つのことやったりとか、ね。ちょっとそれ変か。